ハリー・マース・クリンバーグ、シーストラッサ31にあるハリー・マースのかつての住居ハリー・マースはドイツの庭師、園芸家、ドイツの造園会改革を指導した造園集計家の一人。マースは屋外における空間術という空間の構成を強調し新たな形式的な様式要素の原則を研究した成果の著でリズミカルな構成と空間の法則を述べる一方、 計画にあたり、目的に沿った観点を取るとともに遊戯用芝生の倍都市計画的機能と周囲の建築との関係を考慮している。自身の設計する庭園、文句園、公園や墓地の設計では建築的空間を明確に設定しつつ秩序付けをすることを第一義とした。ブレーメンで地元高校に通った後、1897年にシュタットハーゲンで園芸見習いを 1900年にブレーメンで研修を終了した。1901年からポツダム近くのワイルドパークにあるロイヤルガーデナースクールで学ぶベリッツの公園デザインにおいて実践活動を開始。その後1904年にマクデブルクの姿勢で1905年にキールの修行制で働いた。1906年からシュトットガルトのベルツとシュベーデーエンゲ芸事務所の 技芸方面の業務ディレクターを務める。1907年に雑誌ウォッシュが主催した住宅設計のコンペに参加し4作品が入選を果たす。1908年に修立大学院生として試験に合格。1909年からハンブルクの事務所シュナキンバーグとシーボルトで技芸方面の業務ディレクターであった。 エルヴィン・バルトの後継者として1912年から1922年まで自由と半座同盟都市リューベックのガーデンオフィス責任者であった。この間の1913年にこれからの国民公園、文句園と緑地を表す。この著で示した社会緑地の形と機能に関する理論を実践する。緑地計画の分野で成果を上げ住宅庭園や運動公園。 文句園及び墓地を設計し、コンペにもいくつか参加している。1922年、リューベックに庭園デザインのため彼自身のスタジオを設立。1934年に展覧会とバルセロナでギゼルモ・ナーバーハウスとの共同スタジオを設立。マースは永続的な自身の記念碑を設け、それをペニッツコのクリングバーグのコミュニティに建てた。 建築家の友人ウィルヘルン・ブラックの計画によれば、1926年から新しい建物という意味の建物付属の庭を作るが、その庭は現存しない。その後、後半で理想的なイギリス式庭園が正規代の社会問題を解決するためとして、未来の人々の公園というビジョンを設定。彼の公園はブルジョアジーの健康を維持し、 レクリエーションを提供するように設計されていた。また、神秘的な観点から庭のデザインに周囲の風景を可能な限り含めていった。未来の人々の公園に対するビジョンの下、マースは公共緑地が社会的スペースを日光浴と体操の機械をそしてアーケードの活用地といった組み合わせであることを理解した。このため A。 社会的にも質が高くかつ高水準の石や果樹などで作られた公園のアイデアスケッチを持っており、これらはウォルクスパーク・クレンプルズドーフの公園作りで実践されるが、完成することができなかった。マースは1918年にリューベック郊外にある36エーカーの敷地にクレンプルドーファー・ウォルックスパークスを策定した。当時の経済発展の枠内び最短時間でも、 コストが3倍になったため、後の1920年に作業は中止された。第一次世界大戦の最中、エアンフレード・ホー・フルーベックを策定した。これは、バーター墓地によって、サンドバーグ城から分離され、1917年に拡張されたものである。もはや策定完了が予想されていたのであるが、戦争の予想外な終わり方によって、 イスラエルドルドルフェルアレイを越えて墓地がさらなる拡大を遂げる。マースは1946年に亡くなり、その墓地に最後の人物として葬られた。リューベック墓地での墓第一次世界、大戦戦争記念館、メルーン出生証明書と公式文書による。リューベックの塔から14、22ハリーマース。エルカ、ピーブランデンブルグ、セントローレンス建築レビュー1912年。 狩猟スパーク脚ースと3日にアクセス。ありがとうございます。